相手を褒めるときは質問を混ぜれば嘘くささが消える。社会人ともなれば、嫌が応でも上司のおっさんたちによいしょしなければならないときはあります。社会人に限らず、学生でもクラスメートのクソみたいな写メを褒めなきゃいけなかったりと、人生を円滑に送るには心にも思っていないことでも相手を褒めてよいしょする行為はとても重要です。しかし相手に、え、思ってないでしょそんなことと指摘されたら一巻の終わりです。つまり嘘くささこそが人生最大の敵なのです。これを回避するための重要なアイテムは質問。相手を褒めるときは、わーすごい、キャーきれいと感嘆符プラス状態を表す言葉を入れた後、それどこで買ったの、いつから始めたのなど、相手に具体的な話をさせるような質問をセットで投げかけることがポイントです。わーすごいで褒められて図に乗った相手は、質問を受けて勝手にいらん自慢話まで始めて良い気になること間違いなしです。その状態に持ち込めば、こっちの嘘くささなんてみじんも疑われないでしょう。ただし難点は、相手のつまらない話がその後延々と続くことです。人生辛抱あるのみ。パスタの袋は上から開けずに横を切る。パスタに限らず、そうめん、そば、うどん、棒ラーメンなどの乾麺は茹でるとアホみたいに増殖するため、1パック全部を1回で食べきる方はあまり多くはないでしょう。ということは、残った乾麺はパスタケースなどの容器に移すか、袋の口を輪ゴムで縛って保管することになります。パスタケース派のリッチな皆様はどうぞそのままお過ごしいただければと思いますが、輪ゴム派の皆さんは、乾麺は袋の余分な部分が小さいため縛る部分がほとんどなくて、毎回お困りかと存じます。私も毎回大変お困りでございます。そんなこんなで輪ゴム派でお困りの方は、次回麺を開封する際、いつものように袋の短辺を切らず、長辺、つまり麺に沿って長く切ってみてください。そこから今回使用する一束分でも取り出せば、ビニールに相当な余裕が生まれます。その余裕の部分を残った麺にくるくると巻きつけ、全体を輪ゴムで留めればいいのです。湿気や虫が気になるならば、その巻いた袋ごとジップロックに突っ込んで密封すれば完璧です。そこまでするなら最初から残った麺をジップロックに移せばいいのではと思いついたあなた、それは気がつかなかったことにしてください。取れたスーツのボタンを縫わずに留める方法。洋服のボタンというものは、大体において取れてはいけない重要な時に、取れてはいけない重要な場所がポロッと取れるものです。またそういう時に限って、ソーイングセットを持っている確率はなぜかほぼゼロです。人生とはそういうものです。そのような時は思い余ってガムテープで留めたり、ボンドでくっつけて乗り切る前に、どうぞ今から言う方法をお試しください。外れたボタンが止まっていた場所の生地の裏側に、外れたボタンを押し当て、ボタンの穴に生地ごと通すのです。ボタンの穴がギチギチに小さい場合は、おそらく布がうんともすんとも通らないので絶望するでしょうが、それ以外ならなんとか押し込めるし、止まったままの状態をキープできるでしょう。え、そんなことしたらボタンの穴から裏地が見えてかっこ悪いですって。
ボタンがなくて見えてはいけないものがカパカパ見えている方がよっぽどかっこ悪いですし、どんな布地が出ていようと全体的にそれっぽく止まっていれば、どうせ誰も気がつきません。そんなとこまで細かく観察してくれる熱心なファンなんてお持ちじゃないでしょう。大丈夫ですよ。紫に変色したブロッコリーは美味しい。美味しいブロッコリーを見分けるコツは、つぼみがぎゅっと締まったものを選ぶ、これが定説ですね。スーパーの売り場にもいろいろなサイズ、密度感のブロッコリーが同じ値段で売られているので、よく観察して買わなければ損をします。ところで、真冬の超寒い時期になると、日によってはスーパーの売り場にいつもよりも紫がかった変なブロッコリーがいっぱい並んでいることがあるかもしれません。普段と外見が違うことで古いんじゃないかと敬遠してしまいがちですが、そのブロッコリーは腐ってもないし食べても安全。それどころか味的には大当たりなのです。ブロッコリーは寒さというストレスが加わると身を守るためアントシアンという植物色素を多量に生成します。そのため表面が紫色になるのです。つまり紫がかったブロッコリーは高いストレスを受けている証。人間は強いストレスを受けるとろくな状態にならないのでノンストレスの方が望ましいですが、ブロッコリーの場合はストレスにより糖度が増し、とても甘くて美味しくなります。次回ブロッコリーお買い求めの際は、売り場でじっくり観察ししっかり選んでください。多分見れば見るほど訳がわからなくなって、最終的に手前にあったやつを買っちゃうと思いますよ。これをゲシュタルト崩壊というのです。残業時間45時間超え3ヶ月で会社都合で退職できる。皆さんは残業どのくらいしていますか？1日2時間ずつ残業して20日間勤務して40時間、残業時間45時間の壁はそんなに高くはないと思います。こんな発想に至っている時点で私の社畜精神は相当異常なのですが、もうこの会社辞めたいなと思った時は、残業時間45時間超えが3ヶ月続いていないか確認してみてください。この基準をクリアしていた場合は、退職の際に自己都合退社ではなく会社都合退社にすることができます。自己都合退社であれば、失業手当の支給開始は3ヶ月後になるのに対し、会社都合退社になれば離職票提出の7日後から支給されます。20時に退社できて今日は早かったと思っているあなたはきっと該当しているでしょう。もちろん私も該当者です。認知系の能力は60代がピーク。年を取ったから物忘れがひどくて、学生時代は一晩で全部暗記できたのに今じゃちっとも頭に入ってこない。加齢による脳みその衰えを皆さん深くお嘆きかと思います。私もお嘆きでございます。しかし認知系の能力のピークは若い頃だけではないそうです。マサチューセッツ工科大学の認知科学研究者ジョシュア・ハーツホーン博士は、ほぼどの年齢においてもある能力については向上が、ある能力については低下が見られるという研究結果を発表しています。この研究によると、10代後半で情報処理能力や記憶力がピークに達し、20代前半で新しい名前を記憶する能力がピークに、32歳前後で新しい顔を覚える能力がピークに、43歳前後で
集中力がピークに、48歳前後で表情から感情を読み取る能力がピークに、50歳で計算能力がピークに、60代後半から70代前半で語彙力のピークに達するそうです。20歳過ぎたからあとは老化の一途をたどるだけと諦めるのはまだ早いようです。先ほど挙がった能力のすべてがここ数年劣化しているとしか思えない私は、本当の年齢は80歳くらいなのかもしれません。サランラップの端が行方不明な時は輪ゴムを用意せよ。食品用のラップ、通常は次回使いやすいようにギザギザカッターの前後で自動で止まっているものですが、たまに端っこが行方不明になって切り口を目を凝らして探してやっと見つけたと思って引っ張ったら、今度は斜めにビヤッとちぎれて大発狂することありますよね。そんなあなたに朗報です。端っこが行方不明になったラップは輪ゴム1本で簡単にリカバリができます。ラップの箱から切り口行方不明の困ったちゃんラップを取り出し、ラップに輪ゴムを巻きます。こんちくしょうとぐるぐる巻きにしてやりたい気持ちを抑え、緩みない程度1回か2回巻けば十分です。それができたら輪ゴムの近くのラップ部分を手で2、3回ひねり回します。するとラップの切り口の一部がペロンと剥がれて出てきますので、輪ゴムを外し残りの切り口をそろーっと剥ぐだけです。この技画期的ではありますが、令和にもなって昭和のおばあちゃんみたいな知恵に頼ってるの、なんか笑えますね。後輩に言わない方がいいセリフ5選。仕事で最も大切なのは人間関係です。後輩を育てるのは先輩の役目。できる後輩ちゃんを育てて、私の仕事をどんどん譲り、最終的には一日中脳死でエクセルを閉じたり開いたりして終わる身分になりたいものです。そのためには後輩ちゃんたちのモチベーションの底上げを図る必要がありますが、ソニー生命保険の調査で若手社会人が先輩に言われてやる気が奪われるセリフが判明しています。1位から5位までを順に言いますと、この仕事向いてないんじゃない、もういいよ、別の人にお願いする、やる気ある、そんなことは常識でしょ、私が若い頃は〇〇だったのに、です。いや、あんたの若い頃ってもう30年も前の話じゃねえか、こっちとら生まれてすらねえよ、などと反論どころかおつぼね様のハートまでぐっさりえぐるような返しができる後輩であれば大丈夫でしょうが、そんな新人そうそういません。だいたい瞬頭してしまうでしょう。気をつけたいものです。ん？ということは、潰したい後輩がいればこのワードを言えばいいってこと？いやいや、おじさま、パワハラって言うんですよそれ。スキルアップの近道は頻繁に休憩を取ること。勉強でも趣味でも仕事でもスキルを上達させるにはひたすら努力あるのみ。そう思って寝る間を惜しんで熱心に勉強や練習をしまくっている方も多いでしょう。そんな真面目で努力家な方々にはちょっと言いにくいお話ですが、実はスキルを効率よく上達させるには単に勉強や練習時間が長ければいいのではなく、頻繁に休憩を取ることこそが重要なのです。アメリカ国立神経疾患脳卒中研究所の発表によると、休憩中に脳は練習内容を20倍の速度で何度も再生しているとのこと。思いもよらないところで脳は勝手に復習してくれているのです。
またフランスのリヨン大学の研究では、単語暗記に際し午前中と午後を勉強して普通に寝るチームと、午前に勉強して寝てその後また勉強するチームに分けて記憶の定着率を調べたところ、午前に勉強して寝てその後また勉強するチームの方が単語をより素早く記憶でき、思い出しやすかったという結果も出ています。こんなに休憩をしっかりとっているのに、なんで私は耐性していないのでしょうか。ええ、そうです。勉強や練習をする時間がゼロだからです。頻繁な休憩は効率アップにつながっても、ずっと休憩はダメみたいです。蜂蜜が白く固まっても、湯煎すれば食べられる。ちょっと前に蜂蜜から基準値以上の除草剤グリホサートが検出されて自主回収騒動が起こっていたこと、記憶にある方もいるのではないでしょうか。うちにある蜂蜜も回収対象にバッチリ当てはまっていましたが、どうせその程度じゃ死にはしないだろうと、今朝もパンに塗って美味しくいただきました。そんな蜂蜜、買った時は琥珀色の透明感あふれる液体だったはずが、気がつけば白くカチコチになっていた経験終わりかと思います。蜂蜜が白く固まる現象は結晶と呼ばれ、ブドウ糖の比率が高い蜂蜜ほどカチコチになりやすい特性があります。また低い温度、目安としては気温が13度から14度以下あたりで結晶となり、温度が高ければ白い塊は溶けていきます。これは未開封でも起こる現象です。スーパーの棚でカチコチになっている蜂蜜を見かけないのは、お店の温度が一定に保たれているからなのでしょう。さて、この白く固まった蜂蜜、ボトルの口から一滴も出てこず、腹が立ってゴミ箱にぶん投げたくなりますが、実は溶かせば問題なく食べられます。日本生協連がおすすめする蜂蜜の溶かし方は、60度のお湯に蜂蜜の蓋を取って容器ごと入れる。次に蜂蜜をかき混ぜる。結晶が溶けたら取り出し、自然冷却をするというもの。私は第一段階の60度のお湯を沸かすことすら面倒なので、固まったら蓋を取ってパッケージごと電子レンジでチンしています。おかげで容器の形が変わりました。我が家の蜂蜜は基準値以上の除草剤どころか、プラスチックからにじみ出たやばい物質が多分大量に含まれていると思います。皆さんにはおすすめしません。ブツブツ言っている方がミスが減る。先日スーパーで横にいた若いお姉さんが、ひきわり納豆の方が栄養いっぱいと結構はっきりした独り言を言いながら、なぜかひきわりではない普通の粒の納豆を選んでいた姿に大変衝撃を受けましたが、そうです、実はひきわり納豆の方が普通の納豆よりエネルギー代謝をサポートするビタミン B2 や骨の健康に関わりの深いビタミン K が多く含まれているのです。いやいや、そんなことは置いときまして、独り言を言いながら作業をすると無言の時に比べて 78% もミスが減るということが、カナダのトレント大学の研究により明らかになっています。また精神科医の結城優先生も、独り言は自分の思考を整理する効果があり、不安や孤独が和らぎ気持ちが楽になると独り言の効果を説明しています。これはもう独り言は周りに迷惑とか変な人と思われるのではという遠慮を捨てて、そうです、私が変なおじさんですと開き直って独り言を言いまくるしかなさそうですね。私にはできませんけど。
雨に濡れた洗濯物は洗い直すべし。洗濯物が雨に濡れた場合、皆さんは洗い直しをしていますか？私は天然のシャワーを浴びて洗濯物もさぞ喜んでおろうぞと思い、洗い直しなどつゆほども思いつかず、普通に乾かしていました。ですが、どうも洗濯物は喜んではいなかったようです。医療洗剤アタックでおなじみ、花王によると、雨には塵やホコリなど大気中の汚れが含まれており、雨に濡れることは汚れがつくのと同じこと。さらに汚れたまま放っておくと雑菌が繁殖し、生乾きの嫌な匂いも発生しやすくなる。だから一度雨に濡れた洗濯物は洗い直した方がいいとのこと。確かに PM2.5 など雨の塵にどんな化学物質が含まれているかもわからないので、洗い直した方がいいと言われればぐぬぬっと黙るしかありません。とはいえ、ウェザーニュースが行った洗濯物が雨に濡れた場合再度洗い直すかというアンケート調査によると、必ず洗い直すが 32%、 びしょ濡れなら洗うが 33%、 湿っていたら洗うが 22%、 洗い直さない、乾かすのみが 13% という結果だったので、必ず洗い直す人が3割しかいないなら、無理に洗い直さないでもいいか、死ぬわけじゃないし、と思ったのは内緒です。こんな生活をしているから、いつの間にか T シャツに変なシミができて取れなくなるのです。2022年の運気最強の日は3日間。一粒万倍日、一粒のもみが育って万倍にも実り稲穂なる、わずかなものが何倍にも膨らむ縁起のいい日です。宝くじコーナーのスピーカーも道行く人に向けて、本日は一粒万倍日とか言って宝くじ買い替えアピールをしてくるので、誰しも一度は耳にしたことがあるワードかと思います。でも宝くじコーナーを通るたびにいつも一粒万倍日とか言ってないとお気づきの方、ご名答。実は一粒万倍日はしょっちゅうあります。2022年は59日間、計算上6日に1回は一粒万倍日なのです。これだけ多いとちっともありがた感がありません。しかし、この中の3日間だけは最強運気の日があります。一粒万倍日と天赦日という天がすべての罪を許すという最上の吉日が重なった日です。該当日は2022年は1月11日、3月26日、6月10日です。今年の後半にはこの最強運の日はありませんので、前半でうまいこと運をつかんで今年もいい感じにお過ごしください。直近は1月11日ですよ。お見逃しなく。ちなみに宝くじの還元率は 47% です。それ以上は何も申しません。危ない頭痛の見分け方7選。第一三共ヘルスケアの調査では、日本人の約3人に1人が自分は頭痛持ちであると認識していることが判明している国民病ともいえる頭痛。同調査によると、過去1年以内に頭痛を経験した人の中で週1回以上頭痛がある人は 25% 以上もいるそうです。それほど高頻度で頭が痛くなれば、そりゃ思わず頭痛が痛いと言ってしまうのも無理ありません。いや違うか。ところで、頭痛の中には重大な健康被害を及ぼすものも存在します。オーストラリアのボンド大学の准教授ナターシャ・イエーツ氏が、今すぐ病院に駆け込むべき頭痛と
そうでない頭痛の見分け方を解説していたのでご紹介します。ナターシャ氏によると、次に言う7つの項目のうち1つでも当てはまるものがあれば、感染症、出血、血栓、腫瘍などの可能性が考えられるため、病院に駆け込んだ方がいいそうです。皆さんもチェックしてみてください。経験したことのない痛みを突然感じるとき、頭痛が始まってから首の硬直を感じたとき、市販の鎮痛薬でも下がらない高熱を伴うとき、頭や首に外傷を負った後に頭痛があるとき、性格や行動が変化したとき、体の片側に脱力感やしびれを感じるとき、運動や性行為で頭痛が悪化するとき、確かにやばそうな症状も含まれていますが、最後の項目の運動や性行為で頭痛が悪化するときって、頭痛いならそんなことせずに静かにしとけよって思うのですが、この感性がザ・海外って感じですね。カレー鍋から食器用スポンジを死守する方法。カレー鍋を洗った後の食器スポンジは、お前実はカレーパンマンだったのかというぐらい油でベトベトになり、変な色に大変身します。変な色って、いや、カレーパンマンをディスっているわけではありませんが、口からカレーを吹き出して攻撃するのはビジュアル的にいかがなものかと、あいつを見るたびいつも思います。そんなことは置いておきまして、スポンジをカレーの餌食から回避するための方法をお教えしましょう。まず、空になったカレー鍋でお湯を沸かしてください。そしてお湯を捨てて、キッチンペーパーで拭きます。その後、通常通り洗剤をつけたスポンジで洗ってください。お湯により大半の油が溶け出し、さらにキッチンペーパーであらかた拭き取られるため、食器スポンジはカレーパンマンの攻撃をカレーにかわせることでしょう。カレーだけにってな。紹介していてなんですが、スポンジを死守するためにいちいちお湯を沸かすのは面倒なので、我が家のスポンジにはこのまま犠牲になり続けてもらうつもりです。若くして失敗を経験した人は後に成功率が上がる。世の中は実に不公平なもので、苦労もせずに温室で育ったボンボンも大成功を収めていたりしますが、そういった例外は除いて一般人ベースでの話をしましょう。ノースウェスタン大学の研究によると、若い頃失敗や挫折を経験した研究者はキャリアの後半で大きな成功を収める率が高くなったそうです。この研究では調査対象を研究助成金の採用可否とその後のヒット論文数としているため、対象は研究者となっていますが、これは研究分野に限った話ではなく全般的に言えることでしょう。この調査では、若い頃研究助成金を申請し、審査の結果ギリギリで落ちてしまったグループはギリギリで受かったグループより、その後10年でヒット論文を出版した率が 6.1% 高くなりました。若くして失敗を経験した方が後にいい成果を上げやすかったということです。私、他の人以上に失敗した経験を大量に積み重ねているはずなのに、今のところ大成功はやってきていません。おかしいな。人が幸せを感じる要素は、金ではなくいい人間関係。あなたが幸せを感じるのはどんな時ですか？私は給料日とボーナス支給日です。と言っては見たものの、ハーバード大学の研究では、人の幸せとは同じ志を持つコミュニティで、頼り頼られ生きるということが明らかになっています。
75年間724人の男性とその子孫2000人以上を対象とした大規模な調査では、家族、友達、コミュニティとつながっている人は心身ともに健康で長寿である一方、孤独な人は健康寿命が短く、脳機能の低下も早期に始まり、寿命も短くなりました。しかし、単にコミュニティが広ければ広いほどいいわけではなく、人間関係の質と当人の満足度が伴っている必要があるそうです。なるほど、私はボケて早死にするようです。将来、一日は25時間になる。一日がせめてあと1時間置ければ、ゆっくり寝れるし自由時間もできる。社会人にとってこんなに喜ばしいことはありません。皆さんもできることならそうなってほしいと思っているでしょう。そんなあなたに朗報です。実は将来的には1日は25時間になると言われています。理由は、地球の自転の速さがだんだんゆっくりになっているから。この100年で地球の1回転にかかる時間は2ミリ秒長くなっています。ということは、25時間になるのは1億8000万年後の話です。残念ながら、私たちが生きている間は1日は24時間のままで終わりそうなので、やっぱりこのまま時間のやりくりをするしかなさそうです。1日1時間を増やすには SNS をやめるのが一番みたいですよ。ある調査によると、 SNS の1日の平均利用時間は 77.8 分だそうです。友達がいないので、私の SNS 利用時間は毎日0分です。これ以上削減しようがないので、もうどうしようもありません。体力がある人はメンタルが悪化しにくい。ひょろがりのインテリメガネとムキムキマッチョ営業マン、どっちが飛び込み営業向きかを考えると、イメージでは当然ムキムキ営業マッチョマンが適任と思えてしまいますが、ロンドン大学の研究では、体力がない人はメンタルが悪化しやすいことが分かっています。また、他の研究でも、運動量が多い人はメンタルが悪化する可能性が低いことも分かっています。ロンドン大学の研究では、15万人以上を対象とした大規模な調査をしていますが、その結果では、体力があるグループ、体力が中程度のグループ、体力がないグループのうち、体力がないグループでは体力があるグループと比べてうつ病になる確率が 98% 高く、不安障害になる確率も 60% 高いことが明らかになっています。体力が中程度のグループでも、体力があるグループと比較すると、うつ病や不安障害になる確率は 33% 高くなるそうです。体力があるに越したことはありませんが、会社の元先輩のムキムキマッチョ営業マンは、その体格を買われてハードな営業に回され、メンタル病んで辞めちゃいました。マッチョ自慢の皆さんも、自分は体力があるから大丈夫などと油断なさらぬように。人間、闇に落ちるときは一瞬です。年賀状の返事は、松の内までに出せばバレない。皆さん、年賀状は出しましたか？私は友達いないので誰にも出しませんでした。そしたら、まめな性格の親戚から年賀状が届いてしまったので、年明け早々、寒空の中、大きな郵便局までバラはがきを買いに行く羽目になり、こんな風習クソくらえ
と心の底から思う今日この頃でございますが、出していなかった年賀状の返事は末のうち1月7日までに出すのがマナーとなっています。末のうちとは、お正月にやってくる年神様の依り代である松を飾っておく期間のこと。この期間を過ぎると年神様は帰ってしまい、お正月は終わりとなります。また郵便局も松の内を過ぎた8日からは通常郵便と同様、年賀状にも消し印を押し始めます。消し印を押されたら、いつ投函したか相手にバレてしまいます。あれ、今頃到着した？うちからの返事はすぐ出したんだけど、吹雪で郵便遅延していたのかな、という言い訳ができるのも7日までです。まだの方は大至急出してください。あなたの怠惰は、今ならまだ天候と郵便局のせいにでき、相手にはバレません。静電気でくっつくスカートはハンドクリームで収まる。スカートをお履きの女性の皆様、いや、スカートをお履きの男性の方も大歓迎ですが、冬場は静電気のせいでストッキングやタイツにスカートがピタッと吸い付いて、振り払っても叩いてもストーカーよろしく一向に離れず、実にこっぱずかしい経験をしたことがある方も多いと思います。静電気防止スプレーをきちんとスカートに振りかけてから出かけるマメな方はいいのですが、うっかり毎回毎回それを忘れ、駅まで歩いている間にピタッと吸い付くようになり、会社に着いてもずっとそのまま。さすがに家に帰るまでその状態というのも、周囲の視線と自分のガラスのハート的に辛すぎます。そんな時におすすめな解決策は2つ。1つは、濡れたハンカチでスカートを撫でる。濡れた部分から静電気が放電されます。ポイントは、びちゃびちゃにすると自分がとても寒くなるので、そんなに思い切って濡らさないこと。もう1つは、タイツやストッキングの上から薄く伸ばしたハンドクリームを塗る。保湿をすることで静電気の発生を抑えます。ハンドクリームぐらいでしたら、仮に自分のバッグに入っていなくとも、おつぼね様のデスクの上に転がっているでしょう。バレないようにどうぞうまいことやってください。でも結局のところ、一番いいのは冬場にスカートを履かない。これに尽きる気がします。日本人の大半は毎日職場と家との往復しかしていない。朝はギリギリに起きて通勤し、夜は残業してそのまま家に帰るだけ。こんな生活をしていて、私はこの先大丈夫だろうかと不安に苛まれる今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。もし自分は家と職場の往復しかしていないわ、切ないなと思った方がいれば、どうぞご安心ください。マイナビの調査では、アンケート回答をした社会人のうち 67% が毎日職場と家との往復で終わっていると答えています。そんな生活をしているのはあなただけではありません。どうせみんなそんな生活なのです。とはいえ、これをどうにかしたいと思っている人も多いはず。具体的にどう生活を変えればいいかを、同じくマイナビが4つ提示していましたので、合わせてご紹介します。帰りのルートを変えて、普段と違う店に寄る。仕事終わりに体を動かす趣味を楽しむ。本屋さんや図書館に行き気分転換。出会いを探しに出かけてみる。なんとまあくだらない、いえ、何でもございません。こんな技しかないのなら、私は明日も明後日もし明後日も
この先ずっと家と職場直行直帰です。書き損じの年賀状で寄付ができる。書き損じの年賀状は1枚5円を支払えば切手やはがきなどの郵便商品に交換ができるのはご存知の方も多いと思います。しかし郵便局の窓口まで行くのも面倒くさいし、今まで捨てちゃっていた、そんなあなたに手軽にできる社会貢献をお教えします。お宝エイドという団体を経由して社会貢献活動を行う NPO 団体へ寄付をすることができるのです。ここでは寄付金を集めるのではなく、お家に眠る価値ある不用品を回収し、それを販売、お金に変えて国境なき医師団や赤十字などの NPO 団体の支援活動をしています。書き損じはがきも回収対象ですが、壊れたアクセサリー、骨董品、カメラ、楽器、古いおもちゃなど、生前整理、遺産整理で出てくる定番のジャンルを幅広く受け入れています。方法も簡単。着払いの U パックで送るだけです。お家でほこりかぶっていたものも、必要とする誰かが購入することでお金になり寄付が成立。その品自体も活用されるという時代にそぐった新しい寄付の形です。こんなに説明しておいてなんですが、ごめんなさい。私今年年賀状は1枚しか書かなかったので書き損じはございません。来年にご期待ください。